さあ残り、ここで取った岡島、取った岡島、取った、いやナイスプレーですね、決めた。ダルキスとのマッチアップ、愛媛は今シーズンハードなディフェンス、強度を上げてきたところ抜けていった、岡島見ていました。今度は岡島、ここ空いているところ見つけた、スクープショット、そしてバスケットカウントです。ベルとフェルプスのマッチアップ、ここは自ら行く、外に行った、シュートを狙う、ここは手を差し伸べたベル、そして岡島のスリーが入った。フィンケがアタック、さあ残り5秒、今度はコーナーからアタック、柳川合わせていった、差は再び12点です。山形の得点ペースも決して悪くはないんですが、それ以上に神戸が得点ペース早いですが、このフィンケ、フィンケ対パトリック、岡島のスリーポイント、だがこれはリバウンドワイバンテが抑えています。岡島です、スリー、シールを貼っているベル、決めてきた。ショットクロック残り10秒、フィンケ、かなり激しいプレッシャー、スピンムーブ、ダブルクラッチ、いや技の応酬、岡島の選択はどこか、スクリーンプレーになって気持ちいいホリフィールドとのところですが、自ら行った、このスピード、そしてエンドワンです。そして山形の攻撃回数を減らしたい静岡ですが、巧みにかわした岡島、フィンケから岡島、岡島いいパスを通した、走っていたホリフィールド、そこにパスを通って決まりました。岡島のいいパスからホリフィールド、岡島からフィンケ、パスが通った、いいですね、まずは1本、チームファウルは3つ目となっています静岡。岡島スピード決めた、いいですね、エンドワンです。リバウンドは工藤、走っているホリフィールド、いやー一発決まった、岡島スピード上げ、ドリブルのティータッチ、ここはよく決めてきました、岡島素晴らしいシュート決めてきました、自らスピードに乗ったドリブルで、さあ足元からボールが戻ってきて、岡島和真、自ら持っていきました、一旦ボールを外に出して、ショットクロック残り5秒、さあ誰が打っていく、さあ岡島ラストパスはベルだ、ゴール下が空いていた、工藤から岡島切り裂いていきました、エンドワン、ベルから岡島スピードでいった、かわしたか、かわした、点差12点ですから、一つ一桁に持っていけるか、さあここは剥がして岡島がアタック、決まった、さあ関谷心にもスリーが来ました、さあスリーを決められた後、山形のポゼッション岡島です、さあここはエンドワン、ここはスイッチをしています阿部、そこをつきましたが、シュートを自ら拾います、そして岡島スリーポイント、岡島沈めてきました、スリーポイント成功です。岡島スピンムーブかわして浮かせて決めました、岡島です、大きい同期、岡島フィンケ、岡島スリーポイント来ました、フィンケにはホワイト、岡島戻して上田とついていきます、ステップバックスリー決まりました、はい、岡島は今日2本目のスリーポイントシュート、高い位置でドラッグスクリーンかけてですね、はい、侵入ですね、侵入しました、はい、切り裂いていきました、岡島和真、残り10秒です、第1クォーター、
岡島仕掛ける、中に行く、エンドワンです。ベルから岡島、激しいプレッシャーに行く。ここはノンファウル、ダブルクラッチ決め切りました。バスケットカウント、モンゴメリ引きつけましたがディフェンスうまくずれて、お、スリーに行った。ここも通してきました。岡島、重富から岡島とのマッチアップ、あ、これ奪いました。おー、ブザービーター、素晴らしい、間に合いました。岡島スリーポイント決まっています、ビッグプレー。